鈴木実のる4月20日から2001年10月28日は、大日本帝国海軍の軍人、実業家。海兵60期。帝国海軍での最終階級は、海軍中佐。東京市、麹町生まれ。本席は、新潟県岩船群村上本町。不立一中時代は、陸上競技部と剣道部に所属。また、 陸上競技部では首相を務めた。同校卒業後一浪して、海軍兵学校入校、六十期卒。海兵六十期の同期には、板谷隆一中佐、新道三郎少佐、牧野三郎中佐、一中の後輩で、海兵同期の金子忠少佐など。海兵在校中は、勉学に身が入らず、海兵の卒業席時は八十番台であった。 また一五条から落第していた、野中五郎と親しくしていた。1933年、小移行補正として、アメリカへ。過去、混合のり組みを経て、1934年、第26期飛行学生へ。飛行学生26期の同期に、横山保新藤三郎、金子正山下正浦。同終了後の1935年、 立山航空隊へ戦闘機パイロットとして配属。翌1936年、第一航空戦隊の流上の折り組み。コゾの安妙式の下95式艦上戦闘機が主力機であった。1941年5月26日。 潜水攻撃に向かう、鈴木実る操縦するレース11九1937年の日中戦争勃発後、一航戦は主に陸戦協力に当たっていた。同年8月22日、龍城より、金子正式の4機が、宝山上空で、カーチスホークさん18機中6機を撃墜し、その翌23日、宝山上空で、同じく龍城より、 鈴木式の4機が紹介中、カーチスホークボーイング P-26 根性27機変態を発見、鈴木らは無傷で相手9機、鈴木は内3機撃墜の戦果を挙げた。第3艦隊司令長官の長谷川清中将より、個人勘定を授与され、また、シナ事変における論功交渉では、主君校の得とされて、後4級禁止賞を授与され、 同時にハンモックナンバーが80番台から10番台に急上昇し、後の少佐進級では60機の戦闘組に入った。1938年6月、海軍隊に進級。佐伯空、大分空、鹿島空各分隊長を経て、1941年4月10日、第12航空隊専任人分隊長。同時期、12空には、 金子忠氏も所属。この頃、中国空軍は、乱州にて再建を図っていたため、十二空も、山西省、雲城飛行場に進出した。同年5月20日以降、第5大隊の I-153-18 機他系爆撃機を、山西省の南帝飛行場や、近隣の政権飛行場、天水飛行場に被体させているとの情報を受け、24日。 1> 第1戦闘機体の零戦9機、観光9機、天佐田、遊帝各1機からなる南方隊、鈴木率いる、第2戦闘機体の零戦11機と遊帝2機からなる北方隊が組まれ、それぞれ南帝飛行場、政権飛行場、天水飛行場の攻撃を命じられる。5月26日11時、第2戦闘機体は、雲城飛行場を発した。一方、 南方隊の南堤接近の方を受けた空軍第三祖事司令、長優大には第五大隊を南堤から天水飛行場に移動させた。鈴木ら北方隊が天水飛行場に到着すると、第五大隊はまだ来ておらず、それを空中に飛退していたと思いしばらく待ったが来ないため、諦めて引き返していたところで、第五大隊と遭遇。 本体から分離した第三小隊の中瀬正幸一空想、中華リア国勢三空想が、遠赤上空にて、計5機を撃墜した。その後、政権飛行場へ向かったが、視界不良のため飛行場を発見できず、念のため転水飛行場の上空に戻ってみたところ、給油中の I-153-17 機と SB1 機を、発見、銃撃で、全機破壊した。 この出来事は、23機の中国軍機を、撃墜と大きく報じられ、8月12日、市内方面艦隊司令長官の島田茂太郎、大将より二度目の個人勘定を授与された。同年10月3日、第12回シナ地編成存ン論公交賞にて、立候隊のイリサシンや、少佐、和田哲次郎少佐、戦闘機隊の金子忠だ大隊という勝者に助せられる。 間もなくして、着陸時の飛行機事故で、頸椎損傷の生死をさまよう重傷を負い、首も左に回らなくなった。また、麻痺の後遺症は晩年まで残った。202空時代の鈴木。右は、岡村元春司令真珠湾攻撃時は、ベッドの中にあった。1942年6月、少佐に進級。 1943年3月から4月にかけて、石川慎吾少将式の第23航空戦隊下、第202海軍航空隊飛行隊長に配属され、戦地に復帰した。主に数字のボートダーウィン空襲に携わった。202航空隊は鈴木がヒゲを生やすように指示をしていたため、ヒゲ部隊とあだなされ、有猛、コア表部隊として知られていた。 北アフリカ戦線で、ドイツ機を20機以上撃墜し、有名を馳せた、クライブコールドウェール中佐式、スピットファイア3個飛行隊100機を想定して、450回りの海上広報、変態空戦法の向上など、猛訓練に明け暮れていた。同年5月2日、一式立港25機と、鈴木式の直演冷戦27機による、ダーウィン空襲の帰路、 スピットファイア33機と遭遇、味方損失なしで、相手13機を撃墜した。同航空隊、中でも、鈴木式の下では、合計味方損失1機に対して、相手スピットファイア34機の戦果と、コールド・ウェル式のスピットファイア相手に、圧倒的勝利を収めた。南東太平洋方面で零戦の力に、陰りが見えていたのに対して、 南西方面でのこの活躍は海軍航空士に特筆されるべきものとされている。1944年2月から7月にかけて、テニアン、トラック諸島、グアム、ヤップ、ペリリュー、ワシレ、ソロン、ダバオと各地を転身。同年10月から、縦山空、モバラ空、神の池空、ヤタベ空と転身。1945年2月、201空。 副長兼飛行長に着任し、玉井朝市らと共に主に上風特攻隊を送り出す立場となった。同年8月に、中佐進級。先駆け作戦中止もあり、終戦を迎える。接収に赴いた第22地区司令官、長菓氏は久し中高から、中国空軍への雇い入れを打診されるが断り、同年12月31日台湾より帰国。帰国後、 元上官のつてで、横須賀の西松組下受けのトラック運転手となったが、1947年2月10日、指定配給物資配給手続き規定の交付施行により、石油製品が配給制となったためガソリンが手に入らなくなり、仕事が激減した。同年3月に上京し、いとこがキングレコードの総務部長を務めていたことから職場を訪ねると、 そこで、専務、小倉正弘が、戦時中に、セレベス民生部市政部資生館で面識があったことから、意気投合、同日のうちに講段社の沼正一に引き合わされ、貿易会社として準備中の子会社、キング商事に、国内貿易課長として入社。翌1948年、キングレコードの販売課長に転じる。1954年大阪支店長、 1960年に営業部長。その後、営業本部長、洋楽本部長を歴任。68歳となる1978年に、常務取締役営業本部長兼洋楽本部長から顧問に転じ、一線を退いた。音楽については詳しくなく、興味もなかったが、大阪時代に大月都を見出し、カーペンターズやセルジオメンデス。 リカルド・サントス、レーモン・ル・フェーブルなどを手掛けることとなり、昭和50年代の FM 東京、ジェットストリームなどでのムード音楽ブームの仕掛け人の一人とされている。2001年10月28日死去。91歳没。遺族に、葬式一切不要、遺界は、アラフラ会に巻いてくれという遺言を残した。ありがとうございます。